がいっぱい入ってる。本当にメロディー、グッドメロディー、そしてあの素晴らしいメローナ、そして素敵なアレンジが、ね、そこがたくさん入っていて、もう大好きでした。本当にライブ楽しみです。そう、フロンティアといえばやっぱりなんといってもやっぱり肉体的なところがやっぱりすごくかっこいいと思うんです。もうね、ソウルのバンド今なくなりますけど、でもやっぱりね、フロンティアのあのやっぱりエモーショナルで肉体的なところがすごくかっこいいなと、ライブすごく楽しみにしています。ということで、カジヒデキでした。あと6日ですね。そう、リリースまであと6日、楽しみにしています。カジヒデキでした。ヘイドー。